今年は圧倒的な速さで梅雨入りがね、してるということでね、ちょっと気になるところではあるんじゃないかなって感じがいたしますね。なんと5月中にですね、通常沖縄と奄美地方がね、5月中に梅雨入りするっていうのはね、これは当たり前というか、まあ当たり前な世の中なんですけども、なんと九州南部、九州北部、四国、中国、近畿、東海まで、なんと5月16日中までに、なんと梅雨入りしてしまうというところで、ちょっと今年が早すぎるということでね、まあこのまま行きますと、5月中にですね、東北南部あたりまでなんかね、梅雨入りしそうな感じがいたするような、まあ、天気ですね。で、梅雨入りが早いということは、これ梅雨が長引くんじゃねえかっていうね、見方も出てますけども、まあ、僕的に人的な感想をちょっと述べさせていただきますね。梅雨始まって早々、梅雨末期のような大雨がこう降ってるんですね。特に九州北部、熊本県なんかではですね、土砂崩れもこう相次いで発生してまして、梅雨入って早々ね、こう梅雨末期のような大雨が降るってこと自体もまず珍しいことなんじゃないかなって感じがしますね。なんでこんな梅雨入りがね、今年が早いのかについてね、まあちょっと考えてみたんですけども、今年はね、いろんなものが早かったんですね。花粉が飛び始めるのもね、早かったですし、まあいろんな意味で今年はね、早いっていうのがね、まあお分かりいただけるんじゃないかなって感じですね。気象庁のこう、まあ、情報とかで見ていきますと、まあ、大体がですね、まあ、沖縄地方は平年と比べれば、まあ、大体1週間ぐらい、まあ、早いということですね。ただ、九州南部からは、19日、20日と、だんだんこう北上していくにつれて、平年よりも、1ヶ月以上、1ヶ月くらいですね、早まっているということにこうなるかなという感じがいたしますね。で、今年桜の開花のするのもね、かなりこう早かったのはね、皆さん覚えていますでしょうか。特にですけども、東北の方にかけましてもですね、なんと4月中に、桜がこう見頃になってしまったということで、3月30日にもうすでに仙台市でね、桜が満開になりましたっていうニュースも聞きましたし、通常北海道でも桜が開花するのは5月以降になるんですけども、なんと4月の真ん中でね、もう桜が咲いてしまったと。松前で桜が開花して、その後札幌でも開花になっていったということで、今年は異常な速さで、桜の開花、満開の情報が入ってきているということで、こう梅雨入りもね、今年は早いということでね、異常な感じの、ような気がしますね。なんでこんなね、急にこんな早く梅雨入りがするのかについて、まあちょっとね、気象庁とかそういったメジャーニュースとかいろんなところでこうね、調べています。なんでこんな早く梅雨入りしたのか。気象庁はですね、偏西風と太平洋高気圧の位置が影響しているのではないかと言ってますね。インド洋で、対流活動が活発になっている影響で、上空の偏西風が蛇行していると。そのため、大陸付近で、南に曲がった後、日本付近で、北へ曲がる動きを見せているとのことですね。こうしたことから太平洋高気圧は例年よりも早く西に張り出して梅雨前線を押し上げられる形になったということです。このため西日本の各地で前線の影響を受けまして、大幅に早い梅雨入りの判断につながったとしています。気象庁では湿った空気が流れ込みやすい状況は続くことから、今後各地で大雨になる可能性が高いというふうにこうも見てますね。また北日本、東日本にかけましても、また梅雨前線が北上して雨量が増える可能性もあり、こちらにつきましても、梅雨入りの可能性がかなり早まるのかなといった感じですね。東北北部にかけましては、まあ、おそらく、まあ、平年並みかなという感じはいたしますね。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。